こんばんは、ウイスキーパトロールです。今夜は左のこのサントリーオールドと、サントリーのシングルモルト山崎の飲み比べをしたいと思います。で、オールドはですね、私も最近飲んだんですけども、一部ではジェネリック山崎ですね、こっちは、この前出した動画のサントリーのリザーブ、スペシャルリザーブがジェネリック白州って言われるのに対して、オールドはですね、ジェネリック山崎ということで、どのぐらい、代わりになるのかを飲み比べてみたいと思います。では早速ストレートから両方まずついでいきたいと思います。で、オールドがすごい美味しくてですね、ちょっともうボトルが終わりそうなんですよね。で、山崎、価格としては700ミリボトルだとオールドは2200円前後で、山崎は定価だと7700円で、まあだいたいプレネで市場価格1万まだ3、4000、5000円ぐらいはするかなっていう感じですね。はい、見た目はこんな感じです。では、オールドからいきます。ストレートね、香りは少し弱いんですけども、ほのかな甘さがあっていい香りです。ではストレート、うん、オールドすごい美味しいんですよね。いい感じですね。そんなにアルコールの当たりもなくて、まろやかにね、甘くて、あのビターさ、スモーキーはそんなないんですけどね。じゃあ山崎のハイボール、あ、ハイボールじゃない、ストレート。香りはね、さすがに山崎かなっていうか、やっぱちょっといい上質な香りという感じですかね。ああ、比べると完全に山崎が、ストレートだとね山崎が美味しいですけど、オールドもまあ美味しいっていう感じですね。価格差がもう7倍とかあるんでね、それを考えると7倍の差は全然ないですね。まあオールド100とすると山崎120とか130とか、なんかそのぐらいの差かなっていうふうに思います。ウイスキーパトロール、はい、ではロックでいってみたいと思います。こっちがオールドと、山崎、はい、それではオールドから今度ロックですね。うん、オールドね、本当に美味しいですね。これ2000ちょっとっていうのはね、まあ昔からあるお酒なんですけど、かなり見直しましたね。美味しいです。で、山崎ロック。山崎の方がやっぱりシングルモルトなんで、すっきりしてるっていうのがあるけど、そこまでなんかロックだと圧倒的な差はもちろんないし、結構本当オールド頑張ってるなって感じですね。山崎蒸留所の原酒がね、使われてるってことで、まあ素材同じ部分もね結構あるみたいなんですけど。では一番このジェネリックとしてね近いと言われているハイボールで比べてみたいと思います。はい、これはあの予想的に結構近いんじゃないかって思ってるんですよね。はい、ではオールドのハイボール、少しだけ甘く香りますね。あー、美味しい。オールドね、ハイボールも美味しいんですよね。うん、少しだけビターがあって、まあベースは甘い感じですね。まあ山崎
と本当に方向性に似てるなっていうふうに思います。はい、それに対して山崎ハイボール、香りはね、もうハイボールにしちゃうとほとんど2つも変わんないかなって感じですよ。まあそれは山崎の方が美味しいですけど、うん、あ、余韻はね、山崎ですね。ただこれはリザーブと白州よりもさらに僅差っていう感じがしますね。価格差はこれ全然7倍ぐらいの価格差があるんですけども、オールドかなり頑張ってますね。これすごいですね。なんていうんですか、こう、ね、ザクでシャー専用機とこう互角に近く戦うみたいなね、ちょっとよくわかんないですけど、はい、だいぶいいなと思います。両方美味しいですけど、そうですね、もう山崎なんて最初の一杯だけ飲んで、あとまあオールドっていうのがね普通にいいかなって思いますね。ジェネリック山崎ですね、完全にオールドさんは。真ん中に置いちゃいましょうかね。はい、ということで今日は、サントリーオールドとサントリーシングルモルトの山崎を飲み比べて、見てどうかということで、かなりオールドが頑張ってる。山崎も美味しいですけど、まあ、価格差7倍だったらもうオールドでいいでしょうってちょっと言い切れると思います。そのくらいオールドは、コスパが良くて美味しいっていうふうに思います。はい、それでは本日もご視聴誠にありがとうございました。